にはそれぞれ特徴があってダイエットの味方になる栄養がたっぷり入っています。しかし一方では見逃せない弱点というのもぜひ理解しておきましょう。食事からビューティーベガスダイエット松田理恵です。皆さんこんにちは。今回の動画では果物ダイエットについてお伝えをしていきます。皆さんは果物は食べても太らないって本当？ダイエットにおすすめな果物って結局果物ってダイエットにいいの悪いのなんて思ったことはありませんか？果物ってダイエット中にどう食べたらいいのかわからない食べ物の一つではないでしょうか。果物は食べても太らないと聞いたりだとか、甘いから摂りすぎはダメという意見もあったり、迷ってしまいますよね。ダイエット卒業以前の私も、食べた方がいいのか食べない方がいいのか一体どっちなのと思っておりました。で、また私が食事指導をしていた時には、朝〇〇ダイエットなどで、こうなんか果物だけを食べるダイエットをして失敗してしまったっていう方も結構見てきたんですよね。でも、果物はその特徴を掴んで食べ方に気をつけていればダイエットの味方にすることもできるんですよ。この動画を見ることで、ダイエットや美容の効果、ダイエットにおすすめのフルーツを食べる時の注意点がわかりますよ。ぜひ皆さんもフルーツのパワーを最大限に取り入れてダイエットを成功させましょう。ちなみにこのチャンネルでは私が学びマイナス12キロ痩せ経験してきたことを通して、食事管理をしてダイエットから卒業するための情報を配信しています。更新に気づかない場合もあるので、ぜひチャンネル登録ベルマークをクリックしてください。チャンネルへのアクセス次回から簡単になります。それでは今日のテーマいきましょう。手放す前の私は流行りのダイエットにもすごいスピードで飛びついていたんですね。もちろんその中には果物だけダイエットのようにこう果物に関するダイエットも結構あったんですよね。で、果物だと食べても太らない、朝はこれだけ食べていれば大丈夫といったこうダイエット内容に踊らされてきた一人です。しかしダイエット中のこう丸々だけダイエット、これだけ食べれば痩せるってすっごく魅力的な言葉じゃありませんか？皆さんも果物だけダイエットをしてこうなかなかうまくダイエットできずに、挫折してしまったという経験はないでしょうか？とはいえ、果物がダイエットに悪いというわけではなくって、きちんとした食べ方や、まあ、栄養の知識がなかったので、私の場合はうまくいかなかったっていうふうに今では思っているんですね。なのできちんと栄養素やこう取り方の知識を得て食生活にうまく取り入れていけば、果物はダイエットにも効果的になっていきます。フルーツで得られる美容健康の効果、一つ目は食物繊維と水分で便秘解消して腸内環境がアップするということです。果物には主に水溶性食物繊維が豊富に含まれていて、果物自体に水分が豊富なものが多いので、まあ、一石二鳥なんですよね。ちなみに水溶性食物繊維とはこう水分を含むこうゲル状になり便を柔らかくしてくれる、そんな食物繊維のことです。すでに便秘になって便が硬くなっている時に、効果的ですので、便秘気味やこう便が硬くなっている方はぜひ取り入れてみてください。食物繊維の多い果物はキウイ、イチジク、リンゴになります。そして水分の多い果物はグレープフルーツ、イチゴ、みかんなどです。とっても身近な果物ばかりですので、好きなものから取り入れてみてくださいね。ではフルーツで得られる美容健康の効果2つ目に挙げるのは、酵素により代謝を上げる効果になっていきます。で、果物は生で食べると酵素をたっぷり摂ることができて、代謝アップにつながります。それぞれの果物に含まれる酵素の種類は異なってきます。果物に含まれる主な酵素っていうのは、タンパク質分解酵素や糖質分解酵素、あと脂肪分解酵素になっていきます。代謝アップにつなげるためには、一つの果物ばかり食べるのではなくって、いろいろな果物を食べて、バランスよく酵素を取り入れるっていうことがおすすめです。ではフルーツで得られる美容健康効果3つ目は、果物に含まれるカリウムによるむくみ解消効果です。で、カリウムは塩分の摂りすぎで、細胞の中に溢れているナトリウムの排出を促してむくみの解消を助けてくれます。またカリウムは体の水分量を調整するので血液を正常化するっていう役割もあります。フルーツで得られる美容健康効果4つ目、美肌免疫アップ代謝維持です。で、ここで関係してくるのがビタミン C なんですね。で、ビタミン C には美肌効果があるっていうふうによく言われていますよね。で、これはビタミン C が体内のコラーゲンを作る働きに関わっているからです。
またシミの元になるメラニンの生成を抑える働きっていうのもあるので紫外線対策にも有効ですよ。ビタミン C はこうした美肌効果だけではなくって、白血球の働きを高めて風邪にかかりにくくしてくれたりだとか骨や血管を丈夫にしてくれたりします。さらにビタミン C は筋肉を維持するために重要なタンパク質の合成にも関わっています。そのためですね、ビタミン C が不足すると筋肉量が減少して基礎代謝の低下につながってしまいます。でビタミン C は水に溶けやすくって吸収されやすい代わりに多く摂取しても体内には 4,5 時間しか留めておけないって言われているんですよね。なので一定の時間が過ぎると尿から排出されてしまうので毎食積極的に摂るっていうことがおすすめです。フルーツで得られる美容健康効果5つ目、最後に挙げるのは果物に含まれる苦味や色素の成分、ファイトケミカル、聞いたことありますかね。そのファイトケミカルによる抗酸化作用です。ファイトケミカルは野菜や果物が害虫や紫外線から身を守るために作り出した成分なので皮に多く含まれています。抗酸化作用のある食べ物を摂るとあらゆる病気の原因と言われる活性酸素っていうのを抑えてくれる効果も期待できます。で抗酸化作用のある食べ物には体の細胞の一つ一つを傷つけずに代謝を上げる役割があって痩せやすい体作りに近づいていきます。それではダイエットにおすすめの果物についてそれぞれの特徴を合わせてご紹介をしていきます。さっき私はスーパーに果物をたくさん買ってきたので、一緒にご紹介していきますね。ではまず1つ目、キウイです。キウイはビタミン C が豊富で、美肌効果、免疫力アップさせてくれます。でむくみを予防するカリウム、あと便秘解消に欠かせない食物繊維っていうのも豊富です。私はめんどくさいのでも半分に切っちゃってスプーンですくって、簡単に食べています。でタンパク質を分解する酵素っていうのも含まれているのでおすすめです。2つ目はみかんです。みかんは、皆さんもご存知ビタミン C が豊富です。あとカロテンやクエン酸っていうのも豊富なので疲労回復や、風邪予防にも効果があって美肌にも欠かせない果物になっていきます。あとはですね、血糖値をコントロールする効果があったりだとか免疫力向上、美肌効果などもあるんですよ。みかんはあと白い筋ありますよね。それは血管老化を防ぐ成分もあるのでぜひ筋もね、ちょっと食べにくいんですけれども一緒に食べてみることをおすすめします。では3つ目はいちごいちごはですね、さっきスーパーに行ったんですけど季節が違って売っていなかったのでね、いちごこちらですね。いちごはまあ品種によって甘さや形も様々ですよね。で水分が多いので食べると結構満足感があるんですよね。いちごのビタミン C はレモンより実は豊富と言われていて免疫力アップや美肌効果、あとさっきも言いましたけど風邪予防などのほか、妊娠を希望する女性にもぜひ取ってほしい葉酸っていうのも豊富に含まれています。便秘解消効果のある食物繊維も含まれているのでいちごもおすすめです。では4つ目何でしょうか。じゃじゃん、グレープフルーツ。美容効果の高いイメージのあるグレープフルーツですが、なんと匂いを嗅ぐだけでも脳内の交感神経が、刺激されて脂肪燃焼のスイッチが入るそうですよ。まあ、柑橘系の私匂い大好きなんですよね。なんと脂肪燃焼のスイッチ入っちゃうそうです。でしかもですね、食べると食欲を抑える作用もあるというまさにダイエットの味方になるフルーツです。では5つ目、じゃじゃん、リンゴこれ皆さんよく食べますよね、リンゴ。リンゴは胃酸のバランスを整えて便秘にも下痢にも効果的な果物です。あとカリウム、食物繊維、ビタミン C などバランスよく含むので1日1個のリンゴは医者を遠ざけるということわざもあることです。で美肌効果や脂肪の蓄積を予防する効果のある栄養素も入っています。特に皮に多く含まれているそうなのでぜひ皮もね、よく洗って一緒に食べてみてください。では6つ目はアボカド。アボカドは多分売ってたんですけど買い忘れちゃいました、ごめんなさいすいません。はい、6つ目はアボカドです。でアボカドは別名森のバターと呼ばれるほど良質な脂質が豊富です。もう、ね、糖質をねほとんど含まないので、血糖値を上げにくいですし抗酸化作用のあるビタミン E っていうのも豊富です。カリウムも豊富なので飲みすぎてむくんでしまった次の日とかもねすごくおすすめですよ。では7つ目はじゃじゃん、バナナ。バナナもカリウムや食物繊維が豊富で栄養価の高い果物になっていきます。
素早くエネルギーになるので運動前の軽食などにもおすすめですが、やっぱりね糖質量が結構多いで GI 値も高いです。なので摂りすぎると太る原因になります。では8つ目、私の息子が大好きなメロン。メロンは甘いので太るのではと思いがちですが、実は、糖質量はね結構ね低めなんですよね。メロンでむくみを解消するカリウムっていうのが豊富で、むくみ解消や高血圧の予防に、役立ちます。中身がオレンジのねメロンは、ベータカロテンも豊富で抗酸化作用による、がん予防やあとアンチエイジング効果っていうのが期待できます。では9つ目はじゃじゃん、パイナップル。パイナップルは独自のタンパク分解酵素が含まれていて、肉などのタンパク質を柔らかくしてくれるので消化吸収を高めてくれます。またビタミン C や食物繊維、ファイトケミカルも豊富ですよ。すいません、量が減っているのはちょっと食べちゃいました。美味しいですよねパイナップル。最後10個目はじゃじゃーん、イチジクです。イチジクは、ペクチンなどの食物繊維が豊富で、便秘解消効果が期待できます。またポリフェノールや鉄、カリウムなども豊富なので女性の味方になる果物ですよ。このように栄養たっぷりの果物なんですが、制限なく食べてしまうとやっぱりデメリットっていうのもあります。食べる上の注意点についてお伝えをしていきますね。こっちがすごく重要になるので最後まで聞いてください。まず注意点1、食べるのは食前がおすすめです。やっぱりねまず気をつけてほしいのがやっぱ食べるタイミングなんですね。でフルーツは、食後に食べると、せっかくの豊富な栄養素が他の食物に邪魔されて吸収されにくくなるとも言われています。果物の糖は他の食べ物に邪魔されて長時間こう胃に留まると、その間に胃の中で、腐敗や発酵を起こしてしまって栄養がほとんど利用されなくなってしまうとも言われているんですね。あと果物は食べて15分から20分で胃から出ていくので、食前に果物を食べてその後に食事をとるっていうのが、私的にはおすすめです。ではフルーツダイエットの注意点2つ目、フルーツだけの置き換えは NG です。ここからフルーツの食べ方についてなんですけど、朝は果物だけと推奨している人も結構いると思うんですね。ね、朝はこう排出デトックスの時間だからフルーツがいいっていう風にもね言われているんですけど、まあ、個人的にはあんまりおすすめしないかなっていう感じです。まあ、なぜなら寝ている間にもタンパク質っていうのは結構使われてしまうので、朝は体の中ではタンパク質が不足しているっていう可能性が高いんですよね。で血液中にこうタンパク質っていうのはやっぱり一定の量が必要なので、不足してしまうと大事なこう筋肉を削いでしまうという可能性もあります。で朝はフルーツだけではなくて、私やっぱりタンパク質っていうのを補うようにしています。ではフルーツダイエット注意点3つ目、摂りすぎると老化する。これね最後に挙げるんですけれども、果物に多く含まれている果糖、これね果糖はエイジという老化物質を作ってしまうっていうことなんですね。で果糖が糖質の中では最もエイジを作りやすくって、その速さはなんとブドウ糖の約10倍とも言われています。このエイジが体内に増えると肌や血管、骨などの老化が進みやすいとも言われています。なので食べ過ぎにはやっぱり注意が必要です。食べ過ぎを防止するために目安としては1日拳1個分程度にしていきましょう。フルーツで得られるダイエット美容の効果覚えていますか？食物繊維と、水分で腸内環境がアップ、酵素で代謝アップ、カリウムでむくみ解消、ビタミン C による、美肌効果、あとは抗酸化作用で若々しく痩せやすい体になれるでしたね。そしてダイエットにおすすめのフルーツ10個挙げてみました。キウイ、みかん、いちご、グレープフルーツ、リンゴ、アボガド、バナナ、メロン、パイナップル、イチジクでしたね。でフルーツを食べる時の注意点3つ挙げました。1、食べるのは食前がおすすめ。2、フルーツだけの置き換えは NG。 3、摂りすぎると老化するでしたね。果物にはそれぞれ特徴があってダイエットの味方になる栄養がたっぷり入っています。しかし一方では果糖による老化物質を作ってしまって、摂りすぎると太る原因にもなってしまいます。で見逃せない弱点というのもぜひ理解しておきましょう。果物だけに頼るのではなくて、特徴を理解して上手に活用していくっていうことが大切です。果物のパワーを生かしてダイエットから卒業できるように応援しています。この動画の続き、もっと気になる方やもっと深く知りたい、学びたいという方のために、よりためになる情報や役立つ情報、公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信しています。無料冊子やレベルアップダイエット3チェック動画プレゼント中ですので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、お疲れ様です。では皆さん、参考になったという方ぜひ LIKE ボタンを押してください。明日の YouTube 撮影のやる気になって嬉しいです。
ぜひ今日の動画を見て参考にしていただきつつ、できそうなことからでいいので継続してみてくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。祝辞からピューティー看護師保健師データ講師松田理恵でした。さよなら。じゃあねー。